イケボで、すいません。弓、それは世界中の戦国時代で使われた剣や槍といった近接武器とは異なる唯一の遠隔武器である。日本で有名な弓使いといえば、そう、平安時代末期の武将那須与一である。与一という名は十与えた次の一という意味であって、11番目の子供を意味している。どんなやりちんな父親だ。そんなことはさておき、彼にはいくつかの逸話がある。その中でも有名な逸話は、海に浮かぶ扇の中心を射抜くというものだ。全くもって信じがたい話ではある。かつての戦国時代の猛将と称えられた呂布は、横転撃を扱う者の譜として恐れられていたが、実は群を抜いた弓使いでもある。確か私が高校の頃に大好きだった作家、喜多方賢三が書いた三国志によると、魏軍が呂布がこもる城を包囲した時に、自らの相棒関戸が傷ついていたので、それを治療してほしいと城壁より嘆願したのだ。魏軍総大将曹操はこれをもちろん拒否。すると呂布が、ここからお前の隣にある兜を射抜いてみせる。射抜くことができれば受け入れよと発言。曹操及び家臣たちは大笑いして嘲笑したのだが、その瞬間、城壁という風が強い高い位置から数百メートルも離れたその兜まで一直線に向かって射抜いたのだ。曹操は絶句した。そして呂布が、いつでも貴様を殺せたということだ、命を助けてやったんだ、関戸を助けろと発言。曹操はこれを受諾。そして呂布は関戸を預けた後、別の軍馬で特攻。なんと400騎余りを蹴散らしたのだが、乗っていた軍馬が弓を食らい振り落とされ、そして殺された。もしあの時軍馬でなく関戸に乗っていたら、弓を食らってもひるむことはなかっただろう。そしてもしあの時曹操を殺していたのなら、歴史は大いに変わっていた。そう、熟練された弓というのは歴史を変える力があるのだ。ところがヨーロッパでは、弓は身分の低い者が扱う武器とされた。そのため身分の低い兵士は弓を装備していなくてもアーチャーと呼ばれたのだ。皆さんもゲームで親しまれている言葉だとは思うが、実はアーチャーとはそういった意味が込められているのだ。弓以外にもクロスボウと呼ばれる遠隔武器がある。これは弓に比べて威力と射程距離が高く、そして扱いやすいため、農民などの非戦闘人員の即戦力向けに使われた。しかし乗馬している状態で発射することができず、またクロスボウの発射レートが低く、クロスボウを一発撃つ間に熟練の弓使いなら12発も発射することができた。日本では弓は心身の鍛錬として扱われていたため、弓を使える兵士が多かったことからクロスボウは普及しなかった。こうして弓はこの平成の時代でも心身の鍛錬という文化において根強く我々の心に宿っているのである。これが弓の歴史だ。そう、クロスボウなんか使うやつは日本人として恥なんだ。弓毛からの忠告だ。いいな、今回はクロスボウのエリートが出てたので、これを使いたいと思う。最後大事なところ噛んでしまったな。クソ。まあいいだろう。さてさて、私はどんなアーチャーでも使えるのだよ。あそこに1メールな目標を死にした。クソ、これ以上は危険だ。落ち着け。こんにちは、私の名前は弓毛だ。私は弓が大好きなのだ。クロスボウはあまり扱い慣れていないが、弓毛たるもの、どのような遠隔武器でも操作できなければならない。弓のエリート？何も性能は変わっていないよ。見てくれ、これがなんかデザインがちょっと変わってるだけね。そして BO2 と違って使いにくいところは、放物線を描いてしまうところだ。これがとても扱いにくい。さあ、トラッキングドローン行ってこい。
奴らを探してくるんだ。奴らを見つけて、あれ、奴らを見つけて行け。何、行かないの？私が行こう。じゃあトラッキングドローンはな、敵をマッピングしてくれることができる。気をつけろ、中に侵入したぞ。ここから激戦地区に入る。奴らは弓ではなく武器を使っている。日本人として恥知らずの奴らめ。銃を使う幕末のように銃を使うとはな、本当に情けない奴らだぜ。奴らはどこにいる？クソ、なぜ私が分かった？私は追いかけられていたのか。クソ、なんて野郎だ。許されいた。チュン、よっしゃー、バイバーイ、ハハハハ、バイバーイ、ジオオディバーイって言った方が分かりやすいかな。それバイバイじゃなくてグッバイだけど、ジオオディバーイってオレンジレンジ風に言った方がいいねえ。いいのかな。さてさて、まだいるんじゃないのかな。プレジャーモード、オン、アイ、目標1、近くに敵の、うわくそ、タッチかわすぜ。さあ来い、来るな、来い。やあ、くそー、お前は武士としての情けがないのかよ。こんな時代に俺はチュー、なんだあずさ、なんだあずさ、チュー、くそ、負けるかよ。お前なんかに負けてたまるか。くそー、私は那須の与一にはなれなかった。確かに、ああそうだ、平安時代末期、確かに私は那須の与一に負けたさ。だがな、クソ、クソ、私だってまだできる。さあ行け、トラッキング。奴らをマッピングしてくるんだ。私に位置を教えろ、このゲーム。いた、チュン、クシャー、よっしゃー、どんな気持ちかな、どんな気持ち、さよなら、バイバイ、ジオオディバイツ、ちょっと待って待って待って、お前ゼロ距離で外すってどんな感じ。ちょっ ふざけるなよ、ゼロ距離で外す、ふざけるな、ふざけるなと言ったら、私はもう一個言いたいことがある。僕言ったよね、クロスボウは性能が変わらないって、たとえエリートが当たって意味ないって言ったよね。これ何よ、これ何よ、2つ当たったってなんだよ。エリート武器は 16% の確率でしか当たらないの。100個のサプライドロップを打って16個やっと当たるかどうかなの。そん中でクロスボウ2つ当たるってもう一体何なの俺は。なんで2つ当たるかな。EPM3 パーセック使えないよ、あんなエリート。MK14 のエリートも当たったさ。そしてな、 IMR っていうエリート武器が当たったんだ。 IMR はな、使えるって書いてあったんだ。だからやった、エリート当たったって俺喜んでたんだ。しかも2つだよ、2つもな、 IMR のエリートが当たったんだ。 IMR エリート、これこういう、これがね、もう一個当たったんだよ。ググったさ、ググってみたら、 IMR においてはエリートよりエリンステッドで出る武器の方が強いって。言うじゃない。私はね、強運すぎる、この確率、使えない武器が当たるこの確率、エリート強すぎるぜ。なんていう強運の持ち主なんだ。課金してこれだと、ふざけるなよ。くそ、難しいな、こんなもので海に浮かぶ扇を射抜いたのか、やつは。くそ、ちょっと待て、落ち着け、やつが見ているかもしれない、後ろ、いたぞ。プレデターモードオンライン、チュン、クソ、あの距離、さあ私と勝負、よっしゃー、すーげー、イエーイ、めっちゃホリ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 ホー、やりやりやりやー、そっから出てこれるかな、私のこの連続のクロスボウで。弾がない、
しまった、調子に乗りすぎた。ジューン。これがシールドバッシュというものだ。貴様の武器をよこせ。何、貴様武器を持っていないのか。ナイファーか。落ち着け、落ち着くんだ。戦う武器がない、これがあるじゃないか。弓がなくなったって、ん、上に一人いるな。あれ、いない、失礼。あ